今日午前、仙北市にある秋田駒ヶ岳の登山道で、下山していた60代と70代の男性2人が熊に襲われ怪我をしました。2人が山に入った登山口です。この先は藪が生い茂り、今朝は雨も降って視界が悪かったということです。警察によりますと、今日午前9時40分ごろ、秋田と岩手の県境にある秋田駒ヶ岳に出かけていた60代の男性の家族から、男性2人が熊に襲われ怪我をしたと消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、仙北市田沢湖小保内にある秋田駒ヶ岳の8合目の駐車場近くの登山道で、仙北市に住む60代の男性と秋田市に住む70代の男性が手足などに怪我をしているのを見つけました。2人は山の植物の盗難を防ぐパトロールの帰りで、登山道を歩いて下山していたところ、駐車場から100メートルほど離れた場所で子グマを連れた体長1メートル50センチほどの親グマに遭遇し襲われたと話しているということです。2人は病院に搬送され手当てを受けていますが、いずれも命に別状はないということです。行った時はあまり危険というか、まあ、見かけはしなかったですか？視界が悪いので今日霧で、だからちょっとなんかそこら辺にいないっていう感じで、鈴とか笛ですか。警察は現場近くで熊に注意するよう呼びかけています。今年県内では5月以降に山菜採りなどで山林に入り熊に襲われる被害が出ていて、怪我人はこれで合わせて5人となりました。